はい、お疲れ様でございます。スーパービートクラブでございます。今日ね、雑談パート3なんですけど、お話ししてみたいのがですね、ワークマンで、またまたジョギングシューズ、これで10足目購入しましたというね、お話をしてみたいと思います。まあね、このラジオでもね、何度もお話ししてます通り、私ね、毎月300キロ以上走る、ジョギングジャンキーでございます。今月、まあ、10月ね、入って、今月はね、1日休んだのかな？休んでないよな。1日休んだか。ですね。1日ね、ちょっと大雨でね、まあ、ジョギング休んだ日はありましたが、とは言いながらね、それ以外はですね、もう毎日走っております。まあ、そんぐらいね、まあ、ジョギング大好き人間なんですけど、そんなね、私、まあ、毎日ジョギングしているとですね、やっぱりね、まあ、靴も、まあ、ジョギング、靴もね、消耗してくるというところで、ジョギングシューズをね、まあ、定期的にね、買い替えしてるんですが、大体そうだな、まあ、4ヶ月、3ヶ月は早いな、4ヶ月に1回ぐらいですかね、ジョギングシューズね、買い替えしてるんですが、まあ、あのね、私ね、もう、ずっとね、もう、この1年、2年ぐらいに愛用してるね、ジョギングシューズがあります。それは何かというとですね、ワークマンでね、売られています、バウンスオーバードライブというですね、ジョギングシューズでございます。これね、めちゃくちゃいいんですよね。ジョギングこれからね、始められる方はね、絶対におすすめのね、一足でございます。まあね、何がね、いいかというのね、ちょっといくつかお話しすると、まあまずね、もう一番、もうこれがね、もう決め手に近いんですけど、安いですね。このバウンスオーバードライブっていうのはですね、税込みで2900円です。まあ普通ね、ジョギングシューズ買おうと思ったら、まあね、1万円はね、優に、まあ、しますよね、というところだと思うんですが、まあそんなね、ジョギングシューズはね、もう全然比べ物にならないぐらいの2900円というね、激安でございます。でね、まあ、そんなね、激安のジョギングシューズ、本当に大丈夫かいなっていうふうにね、思う方いらっしゃるかもしれませんが、あのね、このね、実はね、このバウンスオーバードライブっていうのがですね、まあ、一時期ね、ちょっと有名になったナイキのね、ぴょんぴょん跳ねるようなシューズですね、中に何だったかな、カーボンがね、入ってて、カーボン素材でね、まあ、非常に反発力が強くて、まあ、ぴょん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 飛ぶ、飛ぶようにね、走れるから、まあ、すごいね、タイムはね、短縮されるというね、まあ、話題が、まあ、数年前にあったかと思いますが、そんなね、まあ、カーボンに近い素材、実際にはね、カーボンではなくて、カーボン素材らしいんですけど、カーボン素材がね、入ってることでですね、まあ、その、かなりのね、高反発のね、生むシューズでございます。なので、ね、私もね、これね、初めて履いた時にはですね、なんかこう、ぴょん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 ね、飛び跳ねる感覚でですね、最初ね、ちょっとね、ほんと、つまずきそうになるぐらいですね、ぴょん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 跳ねる感覚でございました。まあ今はね、もうね、履き慣れてるんで、つまずくようなね、ことはないんですけど、非常にね、まあぴょん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 跳ねるシューズでございます。まあそしてね、あとね、軽いですね、まあ、素材もね、非常にね、まあ、軽くてですね、そして、まあ、反発力が強いというところで、まあ、これね、ジョギング向きですね、というところで、ほんとね、ちょっとしたね、ジョギングシューズをね、買うぐらいだったら、もうこのジョギングシューズの方がね、圧倒的にね、おすすめかなという感じですね、なのでね、ぜひね、皆さんもね、一回ね、試してみていただきたいなというふうに思うところですね、まあ、ただね、難点もね、いくつかあって、難点はね、結構ね、やっぱり素材がね、軽い、は軽いんですけど、素材自体がね、結構ね、薄いんですね。ペラペラなんですね。なので、まあ、水とかにはね、弱いですね。なので、例えば、ちょっとしたね、水溜まりなんかにね、ジョバッとね、こう足つけてしまうとですね、もう適面ずぶ濡れになります。まあ、その辺はね、ちょっと弱いかなというところもありますし、あとね、耐久性っていう部分でいくと、普通のジョギングシューズなんかと比べると、若干ちょっと耐久性弱いんじゃないかなというふうにね、思っております。まあまあ、この辺はちょっと何とも言えないんですけど、まあ、ただね、とは言いながらやっぱり2900円というね、この激安さっていうところはね、非常にね、おすすめだったりしますんで、まあぜひね、皆さんもね、一度ね、まあ、試してみていただければなというふうに思うところでございます。はい、ということで、まあね、まあ、そんな感じで、ぜひぜひ、一回ね。はい、という感じでね、ぜひですね、皆さんもね、一度ね、試していただければなと思いますんで、まあ、ワークマン行ったらですね、シューズコーナー、
結構最近ね、ワークマンね、シューズコーナーかなり充実しますんで、このね、バウンスオーバードライブ以外にもですね、結構いいね、靴はね、ありますんで、ぜひ皆さんもね、ワークマン行ったらね、作業着だけではなくてですね、シューズもぜひね、チェックしてみていただければな、というふうに思うところでございます。はい、ということでね、先ほどね、ちょっとね、それこそワークマン行ってね、靴を買ってきたんですけど、今日はね、ちょっと、この後ね、家帰って、早速、新しいね、ニューシューズでですね、ジョギングに出かけたいと思います。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。お疲れ様でございます。